はい、皆様お疲れ様です。井上でございます。井上ゲーム&チャレンジ、今回も、スマッシュ&マジック、新キャラクターですね、リミテッドステップアップガチャ、こちらの方で登場しておりますので、ガチャを引いていきたいと思うんですけれども、サファイアの充電はしておりません。ということはこちら、リミテッドガチャですね、こちらの方で、チケットが33枚あります。ということでマックス33連回していきたいと思います。で、前回の50連でですね、見事ステップ1でオズワルドがゲットできましたので、もう1体の、こちらですね、アレルゴン、もう過ぎちゃったんですけど、アナスタシア、こちらを狙っていきたいと思います。で、アナスタシアもいいんですけど、この次ですね、ステラの君、はい、こちらですね、マイヤですね、非常に、使いやすい、補助キャラ、ドワーフの僧侶になりますので、こちらの方も合わせて、で、こちらがアナスタシアですね。この2体を狙って、マックス33連回していきたいと思います。では早速いきましょう。はい、とはい、どんどん行きましょう。来るかな？まだ2回目ですからね。そう簡単には来ないと思うんですけれども。もう坊主頭はありえないんで、飛ばします。いいんですね。はい、どんどん行きましょう。あと30回ですね。はい、行きましょう。来たとしても被りがかなり高いんで、可能性がやっぱり怖いですよね。ここまで来るといいんですね。王座かな。はい、どんどん行きましょう。おお、来た。金金金金金金金、あー持ってますね。でもね、こう落が上がるんで、で、あと、オーブ大も手に入りますので、虹のオーブですね。こちらの方も熱いです。虹のオーブ大を1個交換所で、使うと、ラックメダル10枚変換できるんで、これも熱いですよ、非常に。はい、ボーザーカーですね。ディゲイン、ディゲイン好きです。あと24回、まだまだいっぱい聞けます。チケットは一回一回ね、こうじわっと楽しめるんで、非常におすすめです。たまにイベントでですね、チケット、優勝、サファイアと交換とかもできるんで、まあそれ狙ってですね、ゲットして貯めておくっていうのもありですね。あ、ごめんなさい。この虹のサファイアは、サファイアね、虹のオーブはもういろんなところで使えるんで、ショーは成長ボードの最後のですね、部分で使えますし、チューも、キャラクター特有の、アイテム、こう、成長ボードの中にあるんですけれども、そちらで使えます。で、ダイは、虹のオーブダイですね。こちらの方も、交換でラックメダルに変えられます。で、3つとも、進化に使えます。基本的に。で、他の色のサファイアと交換するときも結構役に立つんで、虹のオーブは持ってて全く損はありません。
はい、ちょっと不調ですね。お、これモヒカンですよ。モヒカン。ゼノビアですね。あと18回。まだまだいけます。はい、どんどんいきましょう。すごいですね。あと15回。渋いっすね。なんと金一体、モヒカン一体ですね。これ結構厳しいかもしれない。もう半分過ぎてます。最初から銀の銀。これ回したら一回リセットします。お、金来た。金スバルツ。あらららら。ちょっと一回リセットします。昔のこと。よし、ここで行きましょう。アナスタシア欲しい。来てくれ。これで出て欲しいんだな。あらら。よし。もうガンガン回すしかないっすよ、出るまで。今のところ、金オーク2体、モヒカン1体ですね。出ない。これラス10ですかね。ラス10ですね。あ、ラス10じゃないのか。もう9回目だったんですね。9回目ってか残り9回だったんですね。今8回で。残り7回ですね、これで。来い！来た！金 !3 体目。金3体目。金体目。来い！来い！じゃーん！ビビー！ツイッティでした。いやー、まあしょうがねえよな。チケットはこういうことになる。まだまだラスト7回来い。来てくれ。6回、ラスト6回。ラスト5回。4枚。いやー、33枚使っちゃったよなー。なげ、なぁ。雲も長いんですけど、こう、ねえ。でも使っちゃうとあっという間ですね、もう。ちょっと出てほしいよ。ダメだ。あと2枚。あと2枚。いやー、来い。ダメですね。これでラストです。ということで、残念ながら
アナスタシア、ゲットならずです。申し訳ございません。よく思い出せないや。まだ時間がありますので、こちらのガチャですね、引き続き、サファイア、チケットですね、貯めていき、また再度リベンジしたいと思います。以上、井上ゲーム&チャレンジスマッシュ&マジックリミテッドガチャガチャチケ動画でした。ご視聴どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もお待ちしております。またお会いいたしましょう。それではありがとうございました。